去年10月にアシックスからテスト販売されたランウォークオルフェ。価格は6万1600円とビジネスシューズにしてはお高いですが、購入者の反応は？靴から健康状態がここまでわかるのは驚き。実はこの靴、内蔵したセンサーで体だけでなく心の状態までを見える化するというんです。今までスポーツで培った知見をもとにパフォーマンスを上げるとか、フィジカルだけではなくて心にもしっかりアプローチしていこう。スポーツシューズなどを手掛けてきたアシックスは今データビジネスに参入。その最前線がここスポーツ工学研究所です。人間の体や動きを最先端の機器で分析するアシックス研究開発の心臓部。あの金メダリスト高橋尚子さんのシューズもここで生まれました。新開発のシューズも歩行テストの真っ最中。どうやって心を見える化するのでしょうか。中敷きの下に小型のセンサーが入っておりまして、歩行速度であったりとか足が地面についた時の角度を計測をして、そこから心の状態がどういう状態なのか、アプリ上でスコア化をしていくというものになります。靴のセンサーが歩き方を検知し、体と心の状態を100点満点で採点するんです。この歩き方とこちらの歩き方、採点は心の状態は B が5ポイント上。わずかな差を生んだのは細かな足の動きでした。例えば気分が落ち込んでいるときはすり足気味になる傾向があり、逆にかかとの接地角度が普段より大きければ心の状態がいいと判断され、スコアが上がる仕組みです。ゆくゆくは今の状態に合わせたトレーニングをおすすめするとか、動画を表示するとか、整えるための処方というところもより充実させていきたいと思っています。アシックスはデジタルドリブンカンパニーに生まれ変わるという目標を掲げています。背景にはスポーツ製品の分野では欧米メーカーとの競争が激しく、先読みしづらい状況があるということがあります。一方でそのデータを生かして新たなサービスを開発していくことで、物だけではなくてサービスの分野で第2第3の事業の柱が育っていくという可能性があります。アシックスのデータビジネス、次なる展開は酪農の現場。牛の足にセンサーを取り付けておりまして、そこから歩数を受信して発情期を検知している。狙いは安定した乳量の確保。それには発情期を特定し出産させる必要がありますが、つぶさに行動を観察して発情の兆候を探るのは根気のいる作業。そこで発情期に運動量が増える牛の習性に目をつけ、歩数からそのタイミングを特定することで作業時間の短縮につなげる狙いです。日にち別の牛の歩数になります。14日15日っていうところは棒グラフの高さが上がっています。で、実際に15日に発情が確認されました。次の、ステップとしては歩数が増える日っていうのを AI を使って予測ができないかっていうところを、今試みているところです。